どうも、ラウチンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はワンパンで敵を倒せる技7選やっていきたいと思います。この他にもあるかもしれませんけども、今のところ分かってる7つの技を紹介していきます。それではいきましょう。それでは一つ目の技です。一つ目はトリニティレインですね。サウザンドセプターのスキルになります。魔法ですので、マギアソウルで2回発動させることが可能です。トリニティレインは、魔法のため術師が使います。術師は行動速度が遅いため、行動速度を速めてあげるスキルを使うといいと思います。でさらに、ソーサリーコネクトなどで攻撃力を上げてあげると確実でしょう。この攻撃ですけども、弱点は魔法反射です。反射をされると一撃でこっちが全滅してしまいます。続いてのワンパンできる技はこれ、メイルシュトロームですね。パーティー構成としましてはトリニティレインと同じで構いません。ただし、メイルシュトロームを使うダークマーキスの装備はこれがいいと思います。王女アルビオール全ステータスがプラス5上がるやつですね。で盾は何でもいいです。でマギアソウルと黒曜石のペンダント、全ステータスがマイナス15になってしまいますので、王女アルビオールをつけてます。それではこれ使ってみましょう。メイルシュトロームですけども、25の威力を3回打つっていうそんなに強い技ではないんですけども、3回行動しますので倒しきることができます。これ果たしてワンパンって言っていいのかちょっと分かりませんけども、倒すことができます。で弱点としましては、魔法反射されるともちろん弱いですし、威力が弱いため魔法防御力が高い敵にはちょっと効果が薄いですね。それでは次に行きましょう。次はグラシアルレインですね。威力60の攻撃を3ヒットさせるかなり強い技なんですけども、チャージ攻撃です。ですのでチャージをキャンセルできる装備を他のキャラクターにつけていきましょう。行きましょう。グラシアルレインは、ガードされるとちょっと弱いので、最初にバトルホルンでガードスノーをつけてあげるといいと思います。これね、凍結の効果もついてますので、もしも倒せなかった場合でも凍結させていい感じになりますよ。それではワンパンできる技4つ目です。4つ目はアローレインですね。狩人の選球のスキルになります。威力60を3ヒット、グラシアルレインと同じ威力にはなるんですけども、凍結させることはできません。同じくチャージ攻撃ですので、チャージをキャンセルさせる装備をつけるといいと思います。アローレインは、武器についてるスキルですので、どの弓職でも装備できるっていうのが強みですね。あ、行動速度を遅くされるとちょっと弱い。まあ、リプスの風間か、あれを装備させれば問題はないんですけども、他のキャラクターに使うのでちょっともったいないですよね。弓職はもともと行動速度速いので、それはつけずにいってます。はい、まあ、若干ダメージ受けたとしても、回復がいますので問題はありませんね。解放軍に勝利を。ワンパン技5つ目いきましょう。5つ目はこれ、グランドスラムですね。ワーライオンもしくはバーサーカーが使うことができます。自分の HP が 100% の場合、威力が上乗せされますので、後列に配置しておくといいと思います。そして行動速度はできるだけ上げておきましょう。でこの技も、ガードされるとちょっと倒せない時がありますので、最初にバトルホルンでガード不能をつけてあげるといい感じになると思います。でバーサーカーよりも俺はワーライオンを押しますね。夜だったらばステータスがぐっと上がりますので、めちゃくちゃ強くなります。このまま行くぞ。それでは次です。アースクエイクですね。大地の石像のスキルになります。
魔法威力100の1ヒットでそんなに強くないかと思いきや、ワンパンできるぐらいの火力はあります。気絶をつけるっていうのでさらにいいんですよね。アースクエイクは武器スキルなので、魔法系誰にでも装備できるっていうのがいいですよね。でも個人的にはソーサレスにつけた方がいいと思います。クイックキャストで先に行動することができますのでかなりお得です。リスペルつけてもいいと思うんですけども、まあこれつけることはないかなと思いますね。勝利いたしました。それではワンパンできる技最後の一つですね、ドラグーンダイブです。ワイバーンルーラーの固有技になりまして、威力は100とそんなにダメージはなさそうに見えるんですけども、火力はかなりあります。また地上にいる場合威力プラス50ですのでそれもいいですよね。そして、同じくワイバーンルーラーの技エリアルウィングですね、これで必中になりますのでさらにいい感じです。ワイバーンルーラーはネームドの仲間がいますよね。でも仲間にしなかったんですよ。できなかった。それがちょっと残念。やっぱりねネームド欲しいな。癒しましょう。はい、ということで今日はワンパンできる技7選やっていきました。全てめちゃくちゃ強いんですけども最強っていうわけではありません。もちろん全てに弱点などがありますので、構成を考えるっていうのが重要ではないでしょうか。本当パーティー構成考えるのねめちゃくちゃ難しいんですよね。最初に行動させるのかもしくは、ガードフの必中をつける、いろいろと戦略がありますけども、その時々で、変えていかなきゃいけないんでしょうね。もう本当万能なパーティーっていうのを作りたいんですけども、今のところちょっと思いつかないですね。それをちょっと、考えながら今後やっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。